皆さん、恋でお悩みではないですか？世の中に飛び散っているあの好き嫌いの恋愛相談、あの悩みをすべてこちらの大先生が解決してくださるということで、はるちゃんの恋愛相談室開幕でございます。するしない？では早速恋のお悩みを解決していきたいと思います。はい、春菜先生、うん、今まで何件くらいの恋愛相談を受けてこられたんですか？それこそ数えきれないですよね。私のいろんな悩みも聞いてくださって、いつもいつも先生にお世話になっています。今回は全国の皆さんのお悩みを答えていただけるということで、たくさんの悩み来てます。では一つ目の相談です。はい、1年ほど前から片思いをしている人がいます。まあ、麻雀関係の勉強会でお目にかかった時に、素敵な人だなと思ってからちょくちょく顔を合わせてはいるんですが、どうしたらよいのか分からず今に至っています。春菜先生だったらその人に対してどんなアプローチをされますか？甘酸っぱいね。え、これはさ、お互い知り合いかもしれないね。そうだよね。麻雀関係の勉強会ですか、ね、そうだよね。新井啓文先生とかかもしれないもんね。そうか。そう、相手の男性とか男女どちらか分からないですけどね。そうですね。素敵な人だなが男性か分からないし女性かもしれないですけど、麻雀から出会った関係から始まるって、どんなアプローチをしてったらいいんですか？でも同じ趣味を持ってるってことですよね。麻雀っていう、もう2人の共通点があるんだ。そう、もうそこから入っていったら、もうそんなのはすぐに、あのどちらかわからないですけど、はい、どっちもいけます。なんだろう、向こうが講師の方で生徒だとしても、なんかその関係もキュンキュンする。それもいいじゃないですか。先生と生徒ってなんかキュンキュンしますよね。もう学校でもこうなんか先生にときめく時期って質問しに行ったりいっぱいするじゃないですか。あったあったあった、ありました。学生時代でしょ。うちの友達もよう言ってましたよ。全然担当の国語の先生じゃないのにみたいな。やっぱ質問できるっていうのは良くないですか？あ、麻雀のことをもう質問して声をかけていくってことですね。そんな感じですよ。え、その後はどうしたらいいの？その後だって麻雀の話しかそれできない。そうそうそう、とりあえずでも話さないと、そっか、ダメですよね。素敵な人だなって思っているだけだと、まあ、テレパシーは伝わらないですから。テレパス、はい、テレパシーは伝わらないです。言わないと伝わらないですから、うん、まずはいっぱいコミュニケーションを取るところから始めるということですね。で、2人のつながるこの麻雀で、これは何て言ったらいいんですかみたいな、そういうやつ、そういうやつ。ちょっと機械に入っちゃった今。ならない声したら。すいません、先生すいません。そうそう、なんだろうね、生徒同士でも全然いいと思うの。教え合ったりするってこと。そうそう、これってどうだったのかな、同学年で、ね、そう、キュンキュンする、一緒に勉強しようみたいな感じでも全然いいと思う。おばちゃんキュンキュンする。いや、でも共通の趣味があるのは結構早いと思うんですよね。早いって何？え、なんかこうすれ違ったあの人がみたいなよりは全然、いつも電車で会うあの人がよりは全然いいと思います。やっぱりあのこう出会いから恋に発展するまでって、同じ共通の何かないとかなり厳しいですか？見つけていくっていう手もありますけどね、うん、時間かかりますもんね。そうなんですよ。その分この方はもうすでにレベル3ぐらいまで行ってるってことだ、うん、スタートラインが結構早い位置にで仲良くなってから、その後どうするの？ご飯とか誘うの？みんなで行くとか。そう、みんなで行く方がいいです最初は。2人ではガッツキすぎか。なんか緊張しちゃうもんねと思うんですよ、うん、しません？いや、やっぱちょっとご飯一つ行かないんで、ちょっと分かんないです。やっぱりなんかこういう場所にね、多分大人数いると思うんですけど、勉強会なんで。そうね、マージャンはね、そこでその人だけに今度2人でどっか行きませんか、いきなり言われたらちょっと、なんか行きづらくないですか？確かに、なんか構えちゃうかも。そうなんですよ、ふわって、あ、いや、じゃあまた今度
みたいな感じの、ね、こう社交辞令な感じね、うんうん、いつかどこかでみたいな。そうね、終わっちゃうじゃないですか。上辺の会話で大人終わるんだよね。特に女子多いよね。そうなんです。だから、はい、もっとなんかこう今度ご飯をっていうのもちょっとあれなんで、うん、みんなで行った先でちょっと普通に話せるような感じになってから何かの、なんだろう、その麻雀プロの観戦に行くでもいいし。そっか、目的を持ったお出かけをした方がいいと思うのね。エブリーグの観戦ぜひ来てください。そういうとこ、しかもね、照明がちょっと青で暗いからちょっとムーディーでしょ。しかも応援してるチームが上がったら、うん、わーってなるから、そこであーみたいな触れ合いあるある、ビジョンがすごい見えてくる。それすごい、春田先生すごいでしょ。え、もうこれで次あれじゃん、次こうじゃん。そうなんですよ、こうなりますよ。もうこれいけたじゃん、解決しちゃったもん。もうだから秒読みですよこれ。じゃあまずは、うん、あの麻雀で、そう、とりあえず仲良くなってからですかね。うん、麻雀をまず一緒に打ったり、うんうん、質問をして、そうそうそう、進行を深めてから、一緒にいたら楽しいなって思わせたら、こっちの勝ちです。ぜひ M リーグのパブリックビューイングの会場に2人でお越しください、はい、良い場所だと思います。春田先生ありがとうございます。春田先生、続いての質問です。はい、好きな人が他の男と話してるだけで嫉妬で胸が苦しくなり直視できません。気持ちがめいってしまい、自分から距離を置いているうちに相手も話しかけてくれなくなりました。春田先生、嫉妬を克服する方法はありますか？嫉妬を克服ですか？難しいですね。え、好きな人が他の男性とお話ししてるだけで、うんうん、ってなるわけですね。なるわけですね。なりますね。わかります、わかります。え、なる？なります。なるのか、うん、なるのかな。なります、それだけ好きなんでしょうね。え、うん、こういう時はどういうふうに気持ちをこう整理して、うん、どうしようねすごいわかるんだけど、自分から距離を置いてしまうという悪循環で、相手との会話ももうすでに減ってしまっているんですよ。もったいない。これはね、もっと話せてた時間あっただろうに。そう、自分も話しかけに行ったらいいんでしょうけど、多分ね、苦しくなっちゃって行けなくなっちゃったんでしょうね。おそらく。わかりますよ。すごく同意されてる。すごくわかります。ただあの嫉妬はね、別に克服しなくていいと思うんですよ。え、嫉妬は何、いい、克服しなくてもいいんですか？しなくていいと思いますよ。え、じゃあどうすればいい？嫉妬は嫉妬のままでいいと思います。あの、なんでしょう、あの黒い感情にならなければ、悲しくなるぐらいだったり、はい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 、苦しくなるぐらいだったら持ってていいと思います。私はそれぐらいの感情は逆に受け入れてもいいかなと、うんうん、全然いいと思います。あの、まあ、今はお付き合いはまだされてないみたいですけど、大体こうね、お互いが分かり合う感じのこうパートナーがいつかできるわけじゃないですか、うん、そうなった時にもし嫉妬されたら、やっぱ嬉しい感情にはなるので、あ、逆に好きでいてる、くれてる。そうそうそう、なので別にあの、まあ、隠さなくても別にいいと思いますし、うん、まあ、あんまりね、あの黒い風にはしちゃダメですけど、あの人がもう憎たらしいとか。なるほどね。そう、その好きな方とその相手に対して憎いという感情はさすがにこれはもう離さないでとか、なんかそういうんではなくて、ちょっと悲しくなるよみたいな、苦しくなっちゃうよっていうのはやっぱ伝えたら、相手はまあ、パートナーになったとしたら嬉しいものなので、別に克服はしなくていいと思います。え、じゃあこの方がこれから前を向いていったり、うん、こう気持ちの変化このまま受け止めたとしても、うんうん、どういう行動をしていった方がいいんですか？まあ、まずあのこの感情は別に、まあ、好きな人なんですぐには伝えなくてもいいと思います。もう悲しいなっていう思いはそのまま持ちつつ、でもやっぱりその人には自分も話しかけた方が全然いいですね。
なんか距離を置いちゃうともったいないですからね。で距離を置くとやっぱり悲しい気持ちが黒くなっちゃうんで、うん、自分も話しかけて明るい気持ちに、まあ、上塗りできるんで嫉妬って、うん、嫉妬は上塗りできます。上塗りができる、うん、嬉しいことがあると本日のメニューでございますそんなに気にしなくても大丈夫だと思います。これは質問のでしてくださってる方は男性ですもんね、うん、と思いますね。男の人とって書いてあるので、ね、自分も一緒に話しかけて、うんうん、だってその周りの方もお友達なだけだかもしれないですからね。そうなんですよ。ってなると、みんなでまず遊べばね、はい、その嫉妬も半減しそうですよね。そうなんです。その中に自分がちゃんと関わってるから、うんうん、と思います。うん、うん、え、春野先生は嫉妬結構かなりされる方ですか？そうなんですよ。あ、そうなんですか。でも黒くならないようにはしようと思ってるんですけど、はい、なんでしょうね、もし自分の好きな人がいた時に愛子さんだったら大丈夫なわけですよ。えだここはあの仲良しの人が嫉妬に至る人材ではないということですか？そうじゃなくてこれはライバルにもならないということですか？仲良しだからお友達として話してるんだなっていう感覚、うん、そっちね、はい、うん、な多分こう恋愛感情を持って話してるんじゃないかなって思うから嫉妬しちゃうんですよ。 あっちも彼女に対して恋愛があるとか、うんうん、そうそうそう、彼女先生から見たらあの好きな男性はあの女性の方からまたこうアプローチされちゃってるんじゃないかとか、うん、なんかそういうなるほど、なんかもやもやしちゃってもやもや想像しちゃうから、はい、そうですね、嫉妬しちゃうので私と何もタイプ合いませんしね。そうなんですよ。大丈夫ですね。そう大丈夫なんです。だからまあみんなお友達になっちゃえばいいんじゃないですかね。その男性も好きな人の周りも周りのお友達も含めて仲間になってだったら全然あの嫉妬にはならないと思いますけどね、うん、なるほど。春菜先生も嫉妬はされるということで。しますよ。でも黒くならないうちに言っちゃおうと思いますけどね。でも早くねこうそういうのも伝えられる関係になるためには、うん、一歩ずつ距離を縮めていかないといけないですからね。そうですね。ぜひその好きな気持ちを大事に相手と距離を置かずに歩み寄ってみてください。春野先生ありがとうございました。言えてない